ヘイデン・パットンはニュージーランド出身のラリードライバー。父親もラリードライバーであるパッドンは6歳からカートを始めた。ラリーデビューは2002年で当時15歳であった。2006年には国内最高峰のニュージーランドラリー選手権に三菱・ランサー・エボリューションでデビューし、ルーキーカップとジュニアカップを同時に勝ち取った。2007年には プロダクションカー世界ラリー選手権にワイルドカード参戦でデビュー。2008年には国内選手権を制覇した。2009年には国内選手権を連覇し、アジアパシフィックラリー選手権のパシフィックカップも制覇。2010年には PWRC で初めて優勝し、年間ランキング3位。2011年には スバル WRXSTI で念願の PWRC チャンピオンを獲得した。2012年は主戦場を S2000 世界ラリー選手権に切り替え、シュコダ・ファビア S2000 で参戦。2勝を挙げ総合4位につけた。2013年には再び国内選手権に戻り3度目のチャンピオンになったほか、ヨーロッパラリー選手権にフォード・フィエスタ S2000 でスポット参戦もした。 2014年、WRC に復帰したヒュンダイとシーズン途中に契約し、パッドンは念願の世界ラリー選手権のシートを獲得。2015年にはフル参戦を果たしたが、ラリーイタリアの2位以外は表彰台に上れず、年間9位となった。2016ラリーアルゼンチンで初優勝したパッドン2016年には、ラリーアルゼンチンで WRC 初優勝を飾り、 二位と三位も一度ずつ獲得して総合四位につけた。2017年は開幕戦ラリーモンテカルロの SS-1 でクラッシュした際、感染エリア外にいたスペイン人カメラマンにマシンが直撃。このカメラマンは死亡し、パッドンは残りのステージを危険した。また、第六戦ラリーポルトガルを前にジョンケナードの現役引退に伴って、 セバスチャン・マーシャルへとコドライバーを交代した。この年は、ポーランドとオーストラリアで表彰台に上がったが、チームメイトのティエリー・ヌービルが4勝を上げて2位で、あったのに対して年間8位に終わっている。2018年はダニ・ソレドとシートを共有する形で、グラベルイベントを中心に参戦する。この年の表彰台は、第九戦トルコの三位、最終戦オーストラリアの二位の二度のみだったが、 その他のラリーでも安定した成績を残し、昨年と同じで年間8位でシーズンを終えた。しかしシーズン終了後、セバスチャン・ローブのヒュンダイ加入が決定し、それに伴いパッドオンはシートを失うこととなった。2019年は国内選手権、エイプクに参戦し、WRC でのシート獲得に向け奔走していた。そして M スポーツフォードと契約を結び、 第9戦フィンランドへの出場が決まった。固定ナンバー制度導入により、ヒュンダイ参戦時につけていた20を選択した。しかし7月29日に行われた事前テストで、彼の乗るフォードフィエスタ WRC は、クラッシュにより、大破、ラリー本番までに修復が間に合わないため、WRC 復帰は幻となるはずだった。しかしその後も奔走を続け、 第12戦ラリーギガバイトに WRC 2プロから新型フォードフィエスタ R5 で最終戦ラリーオーストラリアにフォードフィエスタ WRC で再び参戦が決定した。ラリーギガバイトではトラブルに見舞われるもクラス4位に入った。しかし最終戦オーストラリアが開催地の森林火災の影響で開催中止となり、 WR カー参戦は叶わずに終わった2020年はワークスシートの獲得を断念し自ら設立したパットンラリースポーツグループの自動車用電動モータードライブ部門で小型 SUV モデルヒュンダイコナをベースとした EV ラリーカーを引き続き開発とテスト走行すると同時に8年ぶりにカレンダー復帰した地元ラリーニュージーランドのスポット参戦の意欲を 高めていたが、世間的な事情もありこの年の WRC 参戦は、幻となった。後に、母国のナショナルカラーである黒をベースに、緑で縁取りされた、オールブラックスカラーのヒュンダイアイ29ペ、WRC で参戦する計画があったという、ありがとうございます。